CM 会に衝撃の風。平野仕様の継続起用が示す、戸部と企業の新たな関係性。元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺優太が、滝沢秀明氏の新事務所、戸部への合流を発表し、その衝撃はメディアによって広く報道されました。 この動きは、ジャニーズ事務所出身タレントが地上並みでの出演や CM 継続といった関連を覆す気差しを示しており、テレビ業界に大きな変革をもたらす可能性が浮上しています。セクション1、トベへの合流と SNS 人気平野と神宮寺がトベへの合流を発表したことで、彼らのインスタグラムフォロワー,ー数が急増し、その人気の高さが浮き彫りになりました。 特に平野のフォロワー数はわずか数日で、ジャニーズの先輩アーティストである嵐や木村拓哉と肩を並べるほどの数字を記録しました。この現象は、彼らの名前だけでなく、トベという新たな事務所の存在感を浮かび上がらせました。セクション2、トベ旋風とテレビ忖度の変化従来、ジャニーズ事務所出身者がテレビに出演する際には、 ジャニーズ忖度が影響し、退場後の活動は注目されないことが多かったですが、飛べ合流の報道は異例の注目を集めました。各局がテレビ出演や合流について積極的に報じ、これまでのジャニーズ事務所に対する忖度の壁が揺らいでいる兆しを示しています。セクション3、メディアの本格的な変革と忖度の影響飛べ合流の報道は、 テレビ局における、ジャニーズ忖度の存在に対する疑問や批判を浮き彫りにしました。これにより、テレビ局はトベの話題を取り上げることで、忖度なしの報道をアピールできるチャンスが生まれました。また、トベの合流発表のライブ配信の視聴者数の多さもテレビ業界における新たな展望を切り開いて、 セクション4、平野仕用の CM 継続の可能性平野がジャニーズ事務所を退除した後も、P&G のパブリンズ CM が放送され続けていることは注目に値します。これは、広告契約の残存期間が終了した際にも、個々のタレントと商品との関係が強ければ、継続起用の可能性があることを示唆しています。この事例から、 平野の CM 継続が期待され、他の企業も追随する可能性が考えられます。セクション5、ジャニーズ事務所の影響力と戸部の挑戦ジャニーズ事務所による、損度の影響力が縮小している現状において、戸部は地上並みでの出演やメディア活動において新たなチャンスを迎えています。テレビ業界の変革が進行中であり、 トベにとっては、これまでにない展開が待ち受けています。セクション6、未来展望と結びトベに合流した平野と人流児の動向に注目が集まっています。今後、彼らが地上波での活動を本格的に再開し、新たな CM オファーを受ける可能性が高いとされています。ジャニーズ事務所の影響が薄れる中で、テレビ業界の充実した変革と、 戸辺の台頭による新たなメディアの地平が広がっていくことが期待されます。